吉田さん、まさに人生は何が起こるかわからないことを起こす人は分かっていても起こされる方は分からないというね事件が起こりました昨日は安倍総理、えー、本当にね演説中に撃たれるということでその映像をね私の YouTube チャンネルにアップロードしておりますまさにね一発目バンと銃声が鳴った時に安倍総理が気づいてクッと振り向いてね二発目がガンと撃たれた時に安倍総理は前に耐える込むようにして ガーードレルの下にねこうヨロヨロと倒れ込んでいきましたあれが最後のね安倍総理の演説だったのかなと声だったのかなと思うと次の瞬間何を語りかけようとしたのかそして今回の参院選の結果をどのようにね思い選挙が終わった後誰と語り合おうかと話し合っていたのか、まあ、もしくはねあれがね昼食前の演説だったんで、うん、も,しかもしかしたらお昼ご飯を楽しみにしていたのかなと。 いろいろと想像は好きなわけですけども、あのー、暗殺される方は暗殺されることに気づかず暗殺される方は暗殺されなくても有名人でありますでも暗殺する方は暗殺することを知っていてえそして暗殺することによって自分は有名人になりますまあなんとも時代の皮肉といいますか思うところはさまざまあるんですけどもね、まあ、痛ましいなと思います、まあ、総理を 流れに勤めた方でも生まれながらにしてサラブレッド生まれながらにして政治家、おじいちゃんは岸信介、もうすでにですね、自民党の政治家として生きること以外の道が、まあ、なかったと言ってもいいですよね。安倍総理は、じゃあ、大学なんて行きたくねえよっていうふうな発想が許されたんでしょうか。政治家なんてくだらないやってらんねえよと。俺はロックミュージシャンになるんだ。東京に行って一肌あげるんだ。許されたでしょうか。 俺ユーチューバーになるんだバックパッカーになるんだ許されたでしょうかねプロ野球の選手になりたい新幹線の運転手さんになりたい許されたんでしょうかおそらく生まれた瞬間に政治家になることを求められてその道以外はもうかけられてなかったんじゃないかなと安倍総理がかつてね色紙にね「道」っていう字を書いたんですよ さまざまな方が書いた道という字そして色紙に書かれた道という字をね私も目にしてきましたけども安倍総理が書いた道という字に対してね重い責任感と同時にですね孤独なその姿をね私は感じ取ったんですよねそれが今でも思い出されるかなと思います私はまあビジネスをこうしながら生きていますけども でもビジネスってのは結局私の人生の脇役なんですよね。ビジネスを方便として自分の人生を生きてるわけなんですよ。でももしかしたら安倍総理ってのは自分の人生を政治家としてのね、なんと言いますかね、政治家が主人公で安倍晋三が脇役みたいな感じで、その矛盾を抱えながら生きてきたんではないかなと思います。そして国民の 不安を不満か不満をね一心に背負ってそれが今回の教皇になったのかなと思うんですよねそう考えてみたら私たちは確かに不満はあるし権力はないけどもでも自由はあるのかなと思うんですよねこの自由を使わずして何とするっていうことなんですよお金もない地盤もない権力もない野心もない夢もないだけど自由はあるんじゃないかなと自由はねその自由の範囲が金銭的にも 体力的にも限られてるかもしれないけども、それはみんな同じなんですよね。でも本来は自由に生きていけるはずなのに、道が決められてしまった一人の、まあ、男の人生はね、ここで突然終わらされたことに関して無念だったんではないかなと。来年はこれをしよう。再来年はこれをしよう。政治家を辞めたらこうしよう。いろいろと思ったことがあったんじゃないかなと思うんですよ。 そして確かね安倍さんと奥さんの間に、ね、はお子さんがいなかったんじゃないかなと記憶してるんですけどももし自分に子供がいてもし子供が自分の家に生まれた時にねなんて語り合ったかなというふうなことも考えなかったわけではないんじゃないかなとまあさまざま思います。 思うところがあるんですけどもでも話さずにはいられなかったかなと思います来週いらっしゃるんですか、はい、ぜひかっこいい車見せてください、はい、ありがとうございますそれでは今回は以上です